恋愛リアリティ番組に限らず、日本の人は外であんまりチキチキせえへんよな。愛情表現は多分ちょっと海外よりになっちゃってるから、好き好きって言ってほしい。多分うざいやつだと思う。生まれはロシア、出身は関西、舞台は東京、ヒロシキーズでーす。まあ見てください、見てください。ドゥドゥフン、ネットフリックス、ネットフリックス。そんな感じやったっけ。なんかあれやな、わかる、最初出てくる時のな、最初ドゥドゥフン、いや、あの音いいよね。そう、今回私たちのもとにネットフリックスさんから案件をいただきました。もうやばくない、ネットフリックスから来るって、ね、すごいよ。ネットフリックスっていうのはもう今世界で一番ね、加入者の多いサブスクの映像サービスなのよ。俺もうほとんどのサブスクすべてに加入してんねんけど、うん、やっぱネットフリックスはもう毎日見てるな。やっぱネットフリックスはもう絶対1日1回は開いてんだよね。そう、何がいいっておすすめよな。なんか自分がこれまで見たやつのあれでおすすめを出してくれるのが一番やっぱネットフリックスがお上手。しかも大体合ってるしね。そう、あ、これ見とったらええねやって言って見れるから。これ見とったらええねや、わたも考えそすぎちゃった。アップル TV で一番上に出てくるネットフリックスのやつ見てるで。今日もなんかゾンビのなドラマ見てきたわ。ゾンビのドラマ。ネットフリックスさん、今回なぜ私たちに案件をいただいたかというと、2月から恋愛リアリティ番組のラブイズブラインドってものの日本版がね、配信されるとのことで、で、それでくれたらしい。うちらで大丈夫？いや、わからへんね。下ネタで絡んでてほしいってことなのかな。キラ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 。やめとこう。見させていただきました、よかった、ラブイズブラインド。これあんまりな、恋愛リアリティってそこまですごい見る人じゃなかったのよ。なんでかっていうと、やっぱりドイツもこいつもおしゃれなやつばっか出てくるやろ。海外とかのやつとかも見てるとすっごいクオリティ高いよね。なんか美人と美男がもうなんか、こんないる外で。そんなんか全然リアリティ感も感じられなかったわけ、今回のこのラブイズブラインドっていうのは、相手の顔を見ずに喋るだけ、違う部屋、対面じゃなくて、そう、違う部屋におって声だけで心を読んで、まあ、だから性格と声だけしか分からへん。それでプロポーズするすごいよね。でもなんかレベルが、それでプロポーズするって相当なさ、そう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 、今までの恋愛リアリティ番組と比べてぶっちゃけ言うだよ、そんな美男美女ばっかりじゃない。やめろや、56歳とか出てんねん。でもあの人すごい、でも56歳にしたらすごい、なんかかっこよかったよな。やっぱ視聴者の人とかも、恋愛リアリティ番組って若者はなんかチキチキして、まあ子供が見るやつやろって思うけど、あなたたちと同年代も出てるから、高齢の人がいたの。高齢系、まあ、56歳は決して高齢ではないねんけど、ちょっと待って、リアルやなって感じたんだよね。ほんでなんか話した結果、最後プロポーズしてお願いしますってあって、なんか明らかにマジかーみたいな。なんかあれを見て、どれほどやっぱ見た目っていうのが大事かってこともちょっと気づかされた反面、でもさ、長くこう喋ったりする分さ、なんかもう想像してしまうやんか、いろいろな、自分の好みを、いい声のやつとかな。ちょっと今までと違うひねりのあるラブイズブラインド、これまでは海外版でやってたみたいで、一応ね、海外版とかも見させていただいて、海外は結構激しいよね、なんかそう怒ったりとかブチ切れたりとかすんの、ああああって怒んない、すぐやるやんな。そう。感情的にすごいやっぱ海外はなるけど、日本はなんか淡々と顔引きつるだけで。Oh my god! みたいなのは言わんと。そういうのがないから、やっぱ日本の人はやっぱ心のな気持ちをパッと出したりせえへんし。チキチキなんでしないんだと思う、日本人が。日本でチキチキしなくて、海外は、ま。てかまあ、恋愛リアリティ番組に限らず、日本の人は外であんまりチキチキせえへんよな。新宿の駅前のブスども以外はね。何を言う、そう。もう一番腹立つのはさ、エスカレーターのカップルが一番嫌い。女はな、こんな顔して、男は、とか言って、それでずっとこれが、ピーって流れていくから、俺それ隣でこう。何の話やねん。ほんでな、すれ違うやんか。ほんですれ違う、ちょっともう追いかけてこれへんなっていう頃で、うえって言ってやんねん。そしたら向こうが気分がいいから。だからさ、日本人が街中でチュキチュキせえへんのは、俺みたいな失礼なやつがおるからちゃう。それをさ、一回考えたんだよね。なんでその海外と違うのかなって、めちゃめちゃ考えて。海外はもっとオープンなのに、日本はそんなに。めっちゃなんか好き好きってやってるけど、日本では好き好き言わないっていうのは、多分、もともとさ、日本では付き合いましょうっていう告白があるわけやんか。海外ではね、あんまない。海外はないやんか。だから多分ね、日本ではもうそもそも付き合いましょうっていうことは好きってことだから、自分の女自分の男になるっていうことだから、いちいちその確認し合わなくて
ってもいいんだよ、もう付き合ってるから。けど海外は言わないから、付き合ってるかどうかわかんない。自分の女なの、男なの、どうなの、好きなの、私のこと、私は女のこと好きよっていうの常に確認しないと不安なの。だから好き好き好きって言わないと、急にある日俺は今日好きじゃないみたいになってもう別れるかもしれないから。なるほどね、いつフェードアウトするかわかんないの。小原ブラスロンもあんねん、それでいくと。小原ブラスロンは、おうち事情かなと思ってて、おうちの広さ。広さ？そう。広さ。お家の広さで文化が変わるっていうのがブラスロンやね。海外だとお家めっちゃ広くて、うん、子供の時もすぐに子供部屋に移して親と一緒に寝かさんと夫婦の時間を大事にせんとあかんとか、それがあるから、お家の中でもこう距離ができるというか、うん、それぞれが広いから。だから愛情表現をよりせんとあかん文化かなと思ってね。例えば子供にもね、親が外国やったら、行ってらっしゃい、行ってらっしゃいみたいな感じやんか。でも日本ではあんまりさ、行ってらっしゃいのハグをするとかそういうのはないやん。だからそれが多分海外ではまず子供の頃から親とかとちょっと離れてる分、愛情表現をやたらせんとあかんっていうのがあるのかなと思ってる。日本はそうじゃなくて、寝る時も親も子供もみんな一緒に川の字になって寝るやん、一つの部屋にお布団引いて。だからもう常に密接にいるから、愛情表現もせんでも一心同体みたいな感じになってるから、だからあえてその愛情表現が不要やった、そうやって生活をしてきてるから、子供の頃から愛情表現を人前でするというのを親に教わってないというか、別にやられてないから、大人になってもそのまま恋愛をしたとしても他人と人前で愛情表現をするということ自体がないんちゃうかなと思って。だから生活様式の違い、日本はもう完全にわかるじゃんっていう感じだもんね、うん、もう全て一緒に生活してるから、付き合ってんじゃんとか。でも海外は付き合ってるかどうかわかんない、家の中も離れてるし、だから愛情表現を余計にせんとあかん文化やったんかなと思ってるな。いやー、だから納得やわ、腑に落ちたな。こういうもののね、今後恋愛リアリティ番組のコメンテーターだったりとか、副音声とかね、必要だったら、まあ私たちを呼んでいただければ、ちゃんと解説はさせていただきますよというところ。はい、あ、でも、なんなら出演してもいいかなと。腹ペコともじゃもじゃっていうさ、なんかネットフリックスであんねん。全く違う感じの男二人が旅行するだけのやつがあるんだけど。旅行、それリアリティ番組なの？リアリティ番組で、そう、一人はお笑い芸人やってる人で、もう一人はなんか俳優さんみたいな人で、で、二人全く違うんだけど、でもバイクに乗って一緒にご飯食べたり旅行する。ただするだけの。でもただそれするだけなんだけど、こう私たちがやってもいいのかなってちょっと思う、ね。俺バイクの免許ないで。もう取るとこから。俺車の免許もないで。あ、もう取るとこから。試験苦手やで。とりあえずネットフリックスさん。お願いいたします。なんとなくでも今回話してみて思うのは、自分は愛情表現そんなせんタイプやから日本よりやなと思う。外国のジレンマっていうのもあんねん。ザ・ジレンマ。ザ・ジレンマ。あれも、なんか、島におって、一位したら、なんか、あかんねやろ？そう、なんかね、賞金があって、その賞金をもらえるんだけど、うん、もし、その番組の最後まで誰もエッチしなかったら、賞金はそのままみんなで山分けな。けど、エッチしちゃうと賞金が減っていく。チューもダメ。チューもダメで、でも番組は頑張って誘惑さそうとするの、ずっと。ちょっと体見せさせたりとか。今日はみんなでオイルを塗り合いましょう。で、こう、オイルを塗り合って、こう、ムラムラさせる行事はやらせて、こう、我慢できないっつってやっちゃったら、もう、はい、引きますね、みたいな。あー、人数分ね、マイナスになって、どんどんで、他の人が、お前らなんでやったーみたいな、こっち我慢してんのにみたいな感じの、面白い感じ。俺はもう絶対そこでやらへん自信あるもん。やらへんの？絶対やらへん。だって分かるよね。めっちゃ、キムキムイケメンやで、うん、オイル塗り合いましょうっつってさ、こうめっちゃ塗られんねんで。そしたら、そっと、あのね、この番組が終わったらお金もらって、いいホテルに行く。それが賢すぎ、賢すぎ。逆にアレちゃんは日本寄りなのか海外寄りなのか。愛情表現は多分、ちょっと海外寄りになっちゃってるかも。なんか不安じゃないけど、疲れてるって思いたい。知っときたいの、ずっと。うん、だから、好き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 ってやる、めっちゃ。好き好きって言ってほしい。多分、うざいやつだと思う。うざいな、もう。好きや、言うてるやろって何やん。あとさ、未来日記っていうリアリティショー知ってる？知らん。それも日本の番組やん。日本なんや。そう。どんなの？未来日記って言って、台本みたいなのがあって、うん、決まってんの。どこでデートするか。未来の日記があるのやん。ここでデートするとか。そう、うん。私たちはどこどこに行ったみたいな、うん。どこどこでデートしたとか、どこどこでキスしたみたいなのが決まってて、うん、でも最後は終わりがあって、二人は別れましたみたいな、うんうん。例えばなんだけど、グラスの好きな人がいて、今番組関係なくね、その好きな人がいるんだけど、二人はなんかもう恋に落ちてんの。もう燃え上がってるわけ。うんうん、でもその人はもう3ヶ月後とかに、まあ2ヶ月後でもいいんだけど、もう海外に行っちゃう、もう海外で暮らすことになっちゃう、うんうんうん、
もう絶対に別れない、うん、けど今は好き同士なんだけど、でも続けていくともっと好きになってもっと辛いっていうのを知ってて続けられるかどうか、その恋愛。へえー、分からへん、そんなになったことないの。分からへん。なんでやねん。え、どうなんだよ。俺はセックスがあるかどうかです、結局。でもセックスある、ある。セックスがあるんや。セックスがあるんやったら続けられる。バカやろ。ちょっとでもセックスして記憶に残ったらいいやん。でな、もう一つのやつはなんか5ファーストデートっていうリアリティ番組があるんだけど、5人が初めてのデートみたいな、1人の人がまあ5人とデートしていくんだけど、うん、そのデートしていって、あ、もう一度この人と会いたいっていう人はセカンドデートができるってこと。初めてのデートを見ていく番組。どれだけこう気に入られるか、いろいろあるんやな。デートとか行ったことある？なんかな。嘘つけ。行ったことあるやろ。いや、あるやろそりゃ。バカにしてんのかと思ったからさ。デートでさ、なんかこいつマジで無理やったわってやつなかった？ あれだから、めっちゃ口臭いとか笑った時に。でもさ、それめっちゃ近くにいないとわからんくない？笑ったら歯周病の人はピーシュっていうのが笑った勢いで感じられんねん。まず笑わせて口臭いかどうかで決めるから。最初は笑わせるんだ。そう、最初は笑わせる。確認するために。本気で笑ったら臭いのかどうかわかるから。臭いと思ったらどうするの？いや、それで二度と見る。じゃあブラスは1回目のデートでフーってやったらもうダメだし。当たり前やん、そんな。あるちゃんないの？でも食べ方汚い人嫌やな。え、でもな、それ俺も思っててんけど、イケメンやったらいいですよ。イケメンが唐揚げ加えて食べてフッフッってやってるのは許せ。はい、ということでネットフリックスのね、案件として今回受けさせていただいたけども、案件うんぬん抜きにして、僕は毎日ネットフリックス実際見てるし、まあ、みんな絶対必ず1日1回ぐらいは絶対開いてると思うから。そうそうそう。てか俺言っとくけど、俺ネットフリックスが上陸した初日に登録してんねん。すごい。そもそも。そうやで。めっちゃ熱狂的なファンやん。だから、ネットフリックスがなんか黒船として上陸したね。サブスクの黒船みたいに呼ばれてたんだけど、うん、俺その初日からおるから、多分俺めっちゃ会員ナンバー浅いで、日本では。初日にやったもん。これやりたいやりたいと思ってたから。それはすごい。で、そっからずーっと続いてるから。なんかみんなネットフリックスに加入したっていう人がどんどん増えてきたけど、なんか俺からしたら、若造どうもって思ってみた。俺の方が一番やった。ご神器様みたいな。俺の方がお得意様や、昔から。そういう人何人いるんでしょうね。初日に登録した人って何おるんやろな、ネットフリックス。ネットフリックスはいろんなね、ジャンルだけじゃなくて、視聴履歴みたいなものをうまく分析をして、オリジナル作品作ってるらしい。ここで人は見るのを飽きるから、こういう風に飽きさせへんように、こういうシーンも入れようとか。で、どういうのが好きかとか、おすすめするシステムっていうのもすっごい優秀やから、それにすごい期待して、ずっと気に入って使ってるから。これまあ案件やけども、全然嘘ちゃう。ちゃんと見て楽しんでますよ。皆様もね、ぜひネットフリックスをご活用ください。ラビーズブラインドジャパン配信が始まりましたので、ぜひそちらの方もチェックしてみてはいかがでしょうか。ではおつぽいさせんよりたー。